すぐに、収益化したい、短期で収益化したいということですね。短期で収益化する方法、短期で収益化する手段を知りたいということなんですけども、やはりですね、ウェブマーケティングって仕組み作りが大事なんですよね。なので、短期でっていうのを、逆に焦ることで結局、近回りのようで遠回りになるってことがあるんですよね。なので仕組み作りにはですね、時間をかけた方がいいって個人的に思うんですけれども、ただその仕組みもですね、その集客が一番8割、大事なんですね。一番大事な集客の部分にですね、時間をかけられないという人もいるんですよね。ブログで記事を書いて、例えば100記事書いて、やっと、数百アクセス来るようになったとかだともう遅いですよね。なので、僕の場合、とにかく、急ぐ、そして他人の力を使うっていう、その、外注の方法とかですね、中古ドメインを使う方法とかをお伝えしてるんですけども、今だったら YouTube ですね。YouTube で集客をするっていうことですね。集客。で、オンラインマーケティングで、短期間